おかえり。いないよ。あ、じゃあカメラ映った。意味なんかないの？いうことを見て。あるよ。なんかあるよ。大きすくない？やばくない？ちょリミのちょっとリミこっちにずれて。ほらリミの背より高くない？リミすごくない？ちょっと大丈夫開けられる？開ける。リミお誕生日おめでとう。とりあえずプレゼントですねまずは。すごいね、なんか大きすぎてさ画面に収まんないよね下まで。これ何だと思います？大きいの触ってみて感触で何かある。リミ欲しかったものなんだっけ。ヤギバー。ヤギバーすごい。ヤギバー。じゃあそれは何でしょう。すごいね、でかくない？ちょっと開けられる？リミちゃん、リミより大きいよ。頑張って開けてみよう。すごい、すごいよね。開ける。頑張れ、もうちょっと頑張れ。おお出たー、すごーい。あ、真っ黒クロスケだね。うわー、どこに置くのこれ。この辺ちょっと置いてみる。置いて座ってみる。なんかリミのスペースの横にちょっとなんか座るとこ。もう一回立ってください。なんかバッグが黒いから全然わかんないや。行くよ。え？いいよ。もう黒くてバッグが黒くて。リミの服も黒って。そう、全然わかんない。見て、ほら、謎に全部真っ黒。全部一体化しちゃったよ。どう？それ通れないね。ここあっちの部屋行けないね。どう？いい感じ？コマちゃん飛び越えればいい。うんうん。わあ。どう？いい感じ。うん、よかったね。シロコロン気をつけなきゃね、おしっこしない。シロンがめっちゃ興奮してるね。めっちゃ興奮だね。座らせろって言った、うん、何それ何それって感じだね。めっちゃ尻尾振ってる。かわいい。怒ってる怒ってる。はい、ということでね、リミちゃんの誕生日プレゼントは今年はヨギ棒でした。はい、まあ、気持ちいいよ。人をダメにするクッションを希望って言うんだよね。気持ちいいよ。ただでさえゲームマンなのにさ、これに座ってゲームをしたいというもうやばやばな生活だよね。でもゲームじゃないの、もちろん。でスマホでしょ？ TikTok 見るとそこでアニメ見たり TikTok 見たり。リミの場合はテレビ、スマホ、ゲームのどれかだもんね。うん、幸せだ。よかったね、うん、どうですか感想は。いいね。いいね。本当にいいと思ってる。見てネクタイ、うん、いいじゃん。いいじゃん。じゃあ皆さんバイバーイ。